はい、今回は伊勢谷友介さんのツイッターからお知らせします。伊勢谷友介さんっていうのは俳優さんでですね、この明日のジョーの実写版で力石徹をね、名演された方ですね。私も非常に好きな俳優さんで、それを知るきっかけになったのもこの明日のジョーだったんですけども、あとはね、あの怪人に出てくるあれですかね、誰だったか忘れましたけども、怪人も出てきてますね。結構いい役をやってます。で、この俳優の伊勢谷友介さんが自殺した近畿財務局職員の手記を読み、危機感を表明したということなんですよ。この伊勢谷友介さんというのは、特にですね、政治的な発言をする方ではないんですけども、それでもね、やっぱり黙っていられなかったんでしょうね。以前はこんなことをね、ツイートされていて、私も非常に感銘を受けたなってことがあるんですよ。それはですね、こちらの方にも書いてあるんで、あと読んでいただきたいんですけども、まあ、テロが起きたことをね、責める気持ちはわかります。テロは良くないってことを言う気持ちはわかります。ここにも書いてます。テロを非道だと思うのはその行為からだ。しかし、その行為に至るには必ず理由になる彼らに対する非道があったというふうにね、やっぱりその通りですよね。テロっていうのも、自動的に起きるわけではなくて、誰かからテロみたいな非道な行為を起こされて、そしてもうね、その抑圧に対する対抗の手段としてテロというものをやっぱり目には目をじゃないですけどね、用いたという、本当にやり場のないところから、そういったテロ行為が起きるってこともやっぱり見ていかなくちゃいけないのかなと思うんですよ。やっぱテロによってね、子供が殺されたからもう黙ってらんないっていう気持ちもわかりますけども、テロを起こした人もやっぱり同じ気持ちだということなんですよ。自分の子供が殺された、自分の民族が不利な体制に立たされた、差別されている、だからこそその現状を打破するために用いたくはないんだけども暴力を用いてしまったということが、まあ、テロというものなのかなっていうふうにね、その伊勢谷さんもね言われてるってことなんですけども、その伊勢谷さんが今回こういうふうなツイートを上げてるんですよ。この問題、国民として放ってはおけない、官僚は誰のために働いているのか、政治家ではなく国民のためのはず、そうでない現状は政治の仕組みが崩壊しているということ、国会は政治家が嘘をつく場所になり、その通りですね、官僚が公文書という事実を抹消する日本の政治、放っておいて良い気がないということで、やっぱりね、伊勢谷友介さんも俳優としての仕事を続けるときには政治に忖度した生き方が賢いといえば賢いんですよね。でもそうではなくて、伊勢谷さんっていうのは自分のそういう俳優人生も大切なんだけども、でもね、その前に私は国民であるというね、ちょっとヒーロー感がすごく強い方で、それが俳優の演技にも出ていてね、私の胸を打つわけなんですけども、多くの方のファンをね、心を掴んでるわけなんですけども、やっぱりね、タレントとして生きてる以上は、俳優として生きてる以上は長いものに巻かれにはならないっていうのは、ね、確かにそうなんですけども、やっぱり全員がそうであるわけではないですよね。やっぱ我慢できないという方もいるわけですよ。山本太郎さんね、令和新選組の山本太郎さんも、このままタレント活動を続けてもよかったと。収入はそれでよかった。生活は安定したわけですよ。仕事もよく入ってくるし、CM もあるしね。で、プラス、小沢一郎さんと政治活動をしててもよかったわけですよ。でもそういうのを全部投げ打ってね、自分の心の命じるままに、自分の政党を立ち上げて、そして批判を覚悟でですね、やっぱりこう、二人の国会議員を政党に送り込んだわけですよね。だからそういうところを見ていると、私たちができることってのは、まだまだね、見つかるんではないかなと、思わざるを得ないかなと思います。皆さんはいかがお感じでしょうか。それでは、失礼します。